どうも、タカウヌスです。原作サナエがほぼ完成したので話をしていきます。まず、ラストワードですが、すべて、七郎団、残裂団のため、天空の飛信がベストな絵札です。この絵札採用時の火力は、周回落を特攻なしで天使クラス。特攻発生時は、原作レイム、原作マリサと肩を並べ、火力という点では、かなり高水準になります。特攻範囲もかなり広く、1バレット目から、妖精妖怪、神格、妖怪の山と、広範囲特攻です。神格特攻などで、しっかり他の原作シリーズと差別化できているのもポイントです。また、見逃せないのが、単体スペルカードでの火力装置としての可能性です。1バレット目の特攻範囲が広く、こちらは硬質弾、残裂弾両方持ち、なおかつサナエの能力に有利属性に対するダメージ補正があるため、刺さる相手にはとことんダメージが出せます。もし今後、水属性有利、特攻対象のゲージバースト持ちの絵札周回が実装されたら、間違いなく周回候補に上がるでしょう。スキルや能力での味方全体の速力上昇、陽光も上昇し、特に高い残裂弾補正でありながら、速力上昇手段がない皮膚より姫なんかとは相性が良いでしょう。ショットはどちらも全体攻撃で、拡散ショットの方はブーストなしでの星属性バレット、またブースト追加型が311型と少ないブーストでバレットが多く増えるため、敵3体であれば霊力回収率も良いです。ただし残念な部分もあります。全体スペルカードは特攻範囲の広さこそありますが、1バレット目は該当せず、命中や陽光上昇する効果もないので、原作マリサやレイムに比べたら思ったより火力が出しにくいです。弱点ブレイクの面でもバレットの配置が微妙です。 L1 のサナエをベースにしたためか、中途半端に回復式要素が搭載され、現段階でうまく機能するのはスキルの結界増加ぐらいという残念仕様です。何より一番ネックなのはラストワードの属性でしょう。絵札周回適正に関しては最悪といった感じです。ただここ最近、実装キャラのバレットを見ると水属性や星属性に偏りがちであり、希望的観測も含みますが、第4章での適性があるかもしれません。第4章はおそらく月関係のキャラが登場すると思われ、多くのキャラの弱点が星属性であるので、サナエが活躍する可能性はゼロではないと予測しております。総括すると、原作レイムやマリサ並みかそれ以上の火力、攻守バランス取れているが、悪く言えば中途半端、現環境だと絵札周回には適性がないが、第4章キラーになる可能性はあるといった感じです。役割の違いこそあれど、原作サナエに関しては月戦型サナエより相対的にラストワードの火力が高く、 L1 のサナエが不遇ということもあり、サナエ推しの人であれば獲得しても良いでしょう。一定の活躍は期待できると思われます。以上、参考になれば幸いです。